すときの違い初心者の場合。え、なんだろうあれ、いつの間に出てきたんだ。で、わー、動物さんたちが、村人さんも逃げてー。わ、私がなんとかしなきゃ。うわー、ちいけー。上級者の場合。今日はみんなに、ウィザーを簡単に倒す方法を紹介していくぜ。用意するのは機関用エンドポータル。岩盤の壊せない特性を利用すれば、しつこくダメージで安全かつ簡単に倒すことができるぞ。ネザーの天井でもできるからぜひ試してみてくれ。カイロゼイの場合。今日は、全自動ウィザー討伐装置を作ってきました。ここに立ってソウルサンドを置くだけで勝手にウィザーが召喚されていきます。召喚されたウィザーは下に落ちていって TNT で加速された矢によって一瞬で処理されます。コメントにいるやつ。ウィザーの倒し方、ピースフルにするのが一番早いんだよな。岩盤ハメは時間かかるし、カイロは作るのが大変だからね。こっちはボタンを押すだけ。これが最速だわわら。いや、それネザースター落ちないよね。ハッカーの場合。